謎に来る。はい、どうも、ハッチーです。お久しぶりです。本日食べるのはこちら、カップヌードルレッドカレー。レッドカレーってことでね、カレー味のカップヌードルと、普段食べてるカップヌードルカレーと、この新発売のカップヌードルレッドカレー、どう違うのか試してみます。それでは開けてまいります。今回ですね、気になる表示がそれぞれございまして、まずカレーの方、ポテト 30% 増量中でございます。そしてこちら、辛口、どれぐらい辛いか、それでは開けていきます。30% 増量中ということで、ポテトが少し多めになってます。そしてレッドカレーです。でレッドカレーっていうだけあって、さすがにカップヌードルカレー赤いです。それではお湯を入れてカップヌードル作っていきたいと思います。まあ、お湯入れればできるに決まっているんですけど、3分経ちました。レッドカレーです。開けてみたいと思います。レッドカレーというだけあって、アジア料理屋によくあるレッドカレー、そのまんまの唐辛子の味が効いた辛さが伝わってきます。喉の奥が辛いです。そしてこちら、ポテト、なってこと多いんですけど、まあ、口の中でパンがとろけますね。そしてカップヌードルといえばこちら、お肉です。見た感じ、こちらは最近はカップヌードルで見かけるコロチャではないですね。謎肉でございます。久しぶりに出会いました、カップヌードルの謎肉。最近はもうコロチャ、新しいお肉に変わってしまって残念だったんですけども、なんとカップヌードルカレーにはあの謎肉が採用されております。レッドカレーのこちらの謎肉ですね。これもう一個いっちゃいたいと思います。もうこれだけで食べる価値あるかもしれないです。にしても辛いな、これ喉の奥からじんわりきますね。どれぐらい辛いのか、比較対象という意味も込めてですね、こちらの通常のカレーとですね、比較をしてみたいと思います。こっちは普通のカレーですね、日本でよく食べるカレー。そしてポテト増量中、このポテトがねシャキシャキしますね、口の中でとろけます。そしてこちらのお肉、コロチャですね、コロチャのねお肉、これはね、味気ないですね。昔の謎肉の方が好きだった。それではこちらの2つのカレー食べ比べてみた結果なんですけれども、カップヌードルカレー、これ残り汁にご飯入れて食べたら、まあお腹いっぱいになるんでね、普段お腹空いてる時に食べるんだったらカップヌードルカレー、ただこちらの辛口レッドカレー、謎肉なんですね。カップヌードル、昔を思い出して食べる方、そして辛口好きの方、それぞれ試してみる価値があると思います。次買うならどっちかな、やっぱ謎肉レッドカレー。